染めました、ニューヘア。ああホワイトデーのギフトありがとうございます。そう暗くしました髪の毛。やっぱりね、なんか一回染めるともうどんどん明るくなってくるから染めねばと思って、そう最近ねずっと行ってなかったから美容院行ってきました、染めました、暗くした。なんか春だからちょっとだけ赤を入れてもらったんだ。うん赤入れたちょっとだけ。そうでもねほんと近くに行かないと分かんないくらい暗くした。やっぱり明るいより、うん、暗い方いいなと思って。リップもええな。あ、ありがとう恋にありがとう。ブルベラかに、え、私ってやっぱブルベラなのかな。いやなんか最近ここに来てイエベなんかでもアイシャドウがね私オレンジが似合うのよ多分。そうそう分かんないけどちょっとよく分かんないんだよね色の名前。色の名前ねまた分かんないなんか色の名前とかあるのかな。そうなんかいつもそのニュアンスで伝えてて美容師さんに分かんないんだよね。なんか暗めの今より暗くしてブラウンで赤入れたいですって言った暗めも素敵ありがとう似合うって。確かに赤っぽい本当。そうちょっと赤入れたの、うん、春だからみたいなうん、インナーカラーはしないかな私。うんなんかそうだねちょっとインナーカラー入れると結構派手めになるじゃん。そう多分私はあんま似合わないと思うんだよね。うんそう雰囲気で伝えてるの私だから絶対分かりづらいだろうなって。明日の喋り会初めてお邪魔します。ああありがとうございます超楽しみ明日、うん、そうなんかさわかる髪色なんかさチョコなんちゃらとかミルクティーなんちゃらとかおしゃれな名前あるじゃん。でも多分あれはわかん多分もっとおしゃれな世界なんだろうな、うん、私はまだわかんないそういうのがそう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 、そうなんですよ。まあね春に向けてちょっと赤を入れてみました。冬は割とアッシュ系のなんかグレーみたいなグレーを入れたりしてたんだけど、そうでも春なので赤をまた入れました。なんか一番最初に染めた時私が初めて染めた時もちょっと赤みブラウンみたいな感じでそう赤みがかった感じにしてもらったんだけどまた再び赤めにしてもらいました、うん、またおしゃべり会でこう近くで見ると変わるかもしれない。なんか違うなと思うかもしれないからじゃあ明日おしゃべり会に参加される方はちょっと髪色も楽しみにしつつ明日めっちゃ楽しみ久しぶりに一日おしゃべり会なのでもう私ウキウキしてるので皆さん来てくださいぜひ、うん、そう明日はね私服何着ようかなって思って考えてる。なんか上は決めてるこれ着たいっていうのがあるから決めてるんだけど下がまだ決めてないから決めとくね。そうだから明日を楽しみましょう一日めっちゃ楽しみなの。あギフトありがとう。これなんて書いたんだいつもありがとうこちらこそ割と春っぽい服かも明日、うん、明日のおかげで明日のおかげでおかげで生きてこれた。え本当ありがとう。いや私もめっちゃ楽しみしてたから明日もラスト完売してます。えありがとう。もうねそうまた完売増えたんですよ本当にありがとうございます嬉しすぎる。
多分すごく数字伸び伸び伸びこちゃんだと思う。本当にありがとう、うん、ホワイトデー楽しみにしてて、嬉しい。そうだね、もうちょっとだもんね。待ってます、ななみって、あ、そう、後で話しますね。日刊スポーツの話は私はいつも行ってる美容師さんにお任せ。やっぱね、お任せいいよね。そう、私も今日これ巻いてもらったんだけど、美容師さんに、そう、どんな感じで巻きますかって言われたから、お任せでって言ったら、こんな可愛くしてもらった。そう、なんかさっき本当夜夕方行ってきて美容院、そう、なんか特にその後予定はなかったんだけど、でもショールームというね予定があったので、やっぱショールームするから、こうニューヘアだし、髪の毛もちゃんとセットしたままやりたいなって思って、そう、巻きました、巻いてもらいました。そう、すごい、やっぱさ上手だよね、わかる、大人っぽい感じにしていただきました。うん、そう、任せでって言ったそう、うん、そう、巻きたてほやほや、そうなの、そう、一気に大人になった。本当だよね、やっぱ巻くとさ印象変わるよね。困ったらお任せ、そう、もう分かんないからお任せねって言っちゃった。うん、素敵です、ありがとう。ななみん押すのが生きがい、嬉しい。私もじゃあもっと押されがいのある推しになんないとだ、うん、私も明日巻こうかしら、明日どうしようかな、髪型ちょっと考え中。あ、でもね、やりたいなってのもある、うん、明日もね、もう1部から7部までなので、皆さん待ってますよ。はい、明日のしゃべり会楽しみね、めっちゃ楽しみ。3月になって初めてだよね、おしゃべり会は。やった、サメカツナの巻き髪がよく、あれか、おつぼねさんと一緒だった時の、そう、 あれはね、なんかすごい、あれもね、あの日も確かね、お任せでって、メイクさんのお任せでって言っちゃったんだよねそう、なんか優柔不断で決められなくて、髪型どうしようって、そうで、いつもお任せでって言っちゃう困るよね。でもちゃんとお任せでって言う前に、ベースは言うよ、こう、今日はおろしで巻き髪でお願いしますって言うんだけど、うん、そうそうそう、明日行けないけど、その分26日たくさん行くから、ありがとう、もう嬉しい。26、そうだね、3月も、3月はね、ちょっといろいろおしゃべり会もあるし、そう、公演もあるしね、髪も染めたし、もうバッチリ頑張ります、うん、みんな明日よろしくね、明日も朝からね、ありがとう、朝からよろしくね、よろしくね、これから毎週おしゃべり楽しい、いや、わかる、超わかる、いいね、ありがとう、ななみん、ピクピクピクやっほー、なんと7回連続ラストの分完売して、嘘、すごい、ちょっとありがとうございます、びっくりなんだけど、だってこんな、結構もう最初の、一番最初の受付からこんなに時間経ったのに、まだまだどんどん完売する、本当にすごいと思う、みんなすごすぎる、ありがとうございます、もう本当に嬉しい。だから私も明日はちょっと、明日もね、可愛く決めていきますので、よろしくね。そうなんです。そしてもう今日はね、もうね、てか昨日か、昨日ちょっと、昨日バタバタしてちょっとメール送れなかったんですけど、昨日ね、もうすごく嬉しいお知らせがありましたね。なんとですね、アルビレディースの、アルビレディースの千野七海さんと対談させていただきました。もうすごくないですか。もうね、多分湧いたと思います、皆さん。いや、私もめちゃくちゃ嬉しかったので、そう、まさかの、はい、
初めてレディースさんと、うん、アルビーレディースさんとお仕事をさせていただきました。初めて、それが選手の方と対談だなんて超嬉しくて、もう私あのお仕事が決まってからもうずっと楽しみしてて、でも緊張してて、そうダブルナナミです、うん、日刊スポーツさん今日発売だったんですけど、そう私もね買いました、もちろんもちろん買いました、嬉しかった。しかも使われてた写真がまたびっくりで、なんと私アルビの選手様に担々麺ポーズさせてしまったんですよ。でもねびっくりしたのが、ななみさんがね担々麺 T シャツのこと知ってくださってたの。そう、なんか取材終わりに、てかもう取材もめちゃくちゃ、もうなんか取材じゃないってくらい本当にお話が盛り上がって、そうでもそう取材ね、終わった後もお話してたんですよ。でスタッフさんがちょっとなんか大塚のダサティが発売されるんですよみたいな話をしたら、ななみさんが知ってますって見ましたって言ってくださってて、なんて言ってくれたと思う、ななみさん、ああいう T シャツ好きですって私初めて人に褒められたの、ダサ T を。もう優しすぎる、嘘だとしても優しすぎる、褒めてくださったの。ツイッターを見てくださってたみたいで、私のでツイッターで見ましたって、私ああいう T シャツ好きですって言ってくださって、いやもう超嬉しくて、そうでもその時持ってなかったから、ちょっと今度お送りさせていただきますみたいな言ったんですけど、本当に嬉しかったでね、すっごく優しくて、そう私の2個上なんですけど、2つ上で、そう私よりお姉さんなんですけど、めちゃくちゃ可愛くて、ほんと顔ちっちゃくて、もう超可愛くて優しくて、めっちゃいい匂いだし、あーもうめっちゃ嬉しかった、もうねファンになっちゃいました、うん、そうなんか同世代としてこういろいろなんかね、やっぱ同世代だからお話もこう聞いてる音楽とか、そうもうなんか一緒だったりして、その同世代トークとかもしたんですよ。そうすごい嬉しかった、もう何よりアルビの選手の方とこう対談お仕事させていただけたのが嬉しかったですね。去年からこうサッカーのお仕事をさせていただけるようになって、今年もこうしてまたサッカーにアルビに携われたことがすごく嬉しかったのです、私は、うん、あ、だるまありがとう。そうで、そう私知らなかったことがあって、もうあるその取材の場所がアルビレッジだったの。そう私、まあ、てっきり、まあ、別の場所なんか他の会議室とか、まあ、劇場かなとか思ってたんだけど、そう聖郎に行くんだよって言われて、え、もしかしてアルビレッジですかって、そうアルビレッジだったの、めっちゃ嬉しかった。私が本当もう何十年も生きてないわ、十何年ぶりに行ったんですよアルビレッジ、うん、いやまさかね、何年前、まあちっちゃい頃はプライベートで行ってたんですけど、こうやって大人になった今お仕事で行けるようになるなんて、なんか感慨深いなって、うん、思って、そうすごい嬉しかったです、うん、いつ行ったんだろうな、うん、でも小学生くらいの時かも前行ったの、うん、そうそうそう、でね、あのトップチームの方の男子の練習もうやってたみたいなんですけど、そう時間はなくて、ちょうど私がね
着いた頃にもう終わっちゃってたみたいで、そう、その男子の方の練習は見れなかったんですけど、なんか別の人がやってました。なん大学生なのかな。そう、なんかいっぱいいましたね、人が。うん、そうそう。でね、レディースのユニフォームを着て取材させていただきました。そう、なんかいつかなんか練習も風景も見たいなと思いました。いや、ユースじゃないかもしれない。本当ね、大学生かな確か。うん。でもね、ちっちゃい子もいた。なんかいっぱいいました人が。そうそう、だから私はこの前ホームの男子のホームの開幕戦見に行かせていただいたんですけど、ちょっとねまたレディースの方のね試合も行きたいなってそう思ってます。うん、今年はレディースの試合もたくさん行かせていただきます。そうそう、時間がね合えばね行きたいな。うん、そう、どうしても試合男子も女子もなんですけど土日が多いじゃないですか。うん、ほとんど土日で、まあ、基本私は土日はお仕事なので公演とかおしゃべり会とかね、うん、あるのでね、ほんと前はねたまたまホーム開幕戦行けたんですけど、そうだからいっぱい見たいなって思ってます。うん、そうよ、ユニフォーム着て行っちゃう。うん、そうそう、そうなんです、とっても嬉しかったですね。なんか嬉しかった本当。今年水曜、そう、水曜じゃん平日あるとしたらサッカーってアジェリーグ試合水曜じゃないですか。私大体水曜が公演なんですよ平日はちょっと皆さんもね、みんなも分かってくれてると思うんだけど、うん、そうだからちょうど全部かぶっちゃってるの。そう、私もう3週連続で今月は水曜日公演だから、うん、そうそうそう、これな、そうなんだよそうそう、大体そう、試合と公演かぶる、そう、それ間違いないんです。そうなんですよ、そう、来週も私水曜日が公演だから、そうそうそう、だからなかなか合わないんですよね時間が。うん、そうなの、だからなんか見れる時に、うん、行きたいって思う。ツイート多めだったでしょ。もうね本当に嬉しかったんだ。やっぱサッカーのお仕事関係のことがリリースになると、アルビのサポーターの方もすごく喜んでくださってるのかな、どうだろう、すごくなんかいつもとは違うね、アルビのサポーター、サッカーのファンの方だったりがツイートチェックしてくださるから、そうそう、すごいね嬉しいんですよそれが。うん、公演早く見に来た、来て皆さん、来週は春カムラ村民会議です、超楽しみ。うん、そう、だから公演もね、やっぱなんかね、山ここがなくなったじゃないですか。すごいこうなくなってから実感しますね。ああ本当になくなっちゃったんだって。うん。そうそうそう。なんか寂しいなって。やっぱ山ここってすごく、なんだろう、他の公園よりもたくさん踊るじゃないですか。たくさん踊るし。もうなんかパフォーマンスを見てって感じの公演だから、すごい他の公演に比べてすごい動くから、なんか
すごいね、達成感が半端ないのよあの公演終わりって。うん、だから山心がこうなくなってから初めて気づいたこの山心すのこの気持ち、寂しいなって。またやりたいです、本当にやりたいけど、うん、やりたいやりたすぎる。そうだからね、そうだね、コールね、わかる、山心公園でコールありでだったらもうみんな声枯れちゃうよねそう嬉しい。やっぱり山ここ公演が始まってからおしゃべり会も山ここを見てすごい気になりましたっていう方も増えてくださったからすごく嬉しかったなって、うん、思います。でもね、私はサメカツナとあと春香村村民会議あと2公演出させていただいてるので、あの山ここでもしね気になってくださったよって方は他の2公演もぜひ見に来ていただきたいなって思ってます。うん、ね、またコールがね解禁されたらいいなって思ってますよ、うん、本当に。シアターの女神で見てほしかった、嬉しかった、本当に。めっちゃ面白かったんだけど、山子見に行ってななみちゃん気になる存在だった。いやー嬉しい、やっぱ本当に嬉しい。やっぱねもう公演は最高ですね友達も山子公演神公演って言ってた。うわー嬉しいなー、やっぱ、うん、大塚の隣空いてます公演ね、誰も来てくれないからそれ16日は腹がよじれる覚悟していけ、そうでも笑う準備しといてね、春香村村民会議ちょっとまだ台本来てないんですけどでも多分ね来週の春香村村民会議はちゃんと台本ありだと思うの、ちゃんとした、ちゃんとしたっていうかちゃんと台本ありの劇だと思うので楽しみにしててください。超絶かわいいななみーん練習、そうね、みんなななみーんって叫んでくださいね、コール解禁されたら。うん、ななみちゃんのゲッチューが忘れられない。あーゲッチューいつかまたやりたい、楽しみ。あエチゴン、エチゴンさんありがとうございます。アルカムラ村民会議私もめっちゃ楽しみ、うん、台本ありも割と久しぶり楽しみ、そうなんだよめっちゃ久しぶりなの台本ありが、そうそうそう、だから台本ありのもね、即興劇も面白いけど、うん、なんか台本ありもいいよそう即興劇なんか台本ありの方がみんなちゃんと喋るからそうそうそう、だからちょっとねはるかさんに頑張っていただいて台本はね、はるもね忙しいと思うんだけど、そう大変だと思うけども頑張れって応援してますそう台本書くのすごい大変だからね、あれきっとすごいよ、はるか毎回書いてて、うん、毎回じゃないけどうん、でもあっ爪楊枝先生だ、根も葉もロス、え、なんかこの間公演のえさんの卒業公演の時田辺先生が見に来てくださったんですよ劇場まで。そうで私は結構もう何回も田辺先生とお会いしたことあって、取材とかお仕事先とかでねお会いしたことあるのでわかるんですけど、他のメンバーはなんか田辺先生をまだ一度もお会いしたことがないっていうメンバーも結構多くって、なんか田辺先生背高かったとか言ってました、メンバーが。そう田辺先生ってなんかめっちゃ背高かったよってそう田辺先生めっちゃ背高いんですよ、うん、そうそうそう
確かに私もイメージっていうかだいぶあのギャップがありました。そう結構チャラめなんですよね田辺先生田辺先生の描く絵めちゃめちゃ好き。いやわかる、もう私も大好きで、うん、そうでも多分あの日でのえさんの卒業公演の日でもうメンバーはみんなねあの田辺先生を初めて、ね、見たっていうメンバーもいてそう多分あのアイコンのイラストの印象が強いんだよね。なんか可愛い系のあの勇者みたいなあるじゃん田辺先生の。そうあの印象は強いんだよねきっと、うん、でもね実際の田辺先生ねめっちゃ背高いしチャラそうですよ。実際はチャラくないんですけどあチョロい、チャラくない、チョロいだけチョロい、まあそれは間違いないですね、うん、そうでも最近田辺先生登場してますよね、なんかイベントとかに。この間なんか見ましたよ、うん、SKE さんのイベントなのかな、うん、そうカバンにバッチ、あそうだバッチ、あのあれなんですよ、去年そう実はあのシングルのプロモーション、ポンコツのプロモーションで取材とかなんかたくさん取材があった日があったんですよ。でその時に私じゃないんですけど他のメンバーのの方でこの田辺先生の4パチタスの取材があって、その時私もそのお仕事場にいたから田辺先生とお会いして初めてこう見ちゃったんです、あれをカバンについてる缶バッジをね、レイニアさんとユナコのそう見て、でそれがね後のラーメン部員だったのはまあほんとたまたまなのか、うん、って感じなんですけど、で月日は経ってもう数ヶ月経ちました。さすがにもう私ツイッターにさらしたしあのバッジ、うん、さすがにさもう缶バッジのな、まあ、最悪こう増えてるかなって思うよ、さすがにきっとファンの方もそう思ってる。いざこう卒業公演でお会いしてしっかり持ってました田辺先生カバンを、いつものカバンを、缶バッジ変わってなかったです。またユナコとレイニアさん、いやちょっとガチャあるよ劇場にガチャ ありますよねまだグッズあるよね、なんかそうガチャ缶バッジあないのかな、もうそうよし、しっかりチェックするよそりゃ見てますか、私ファンの方も見てますからね、グッズとか。そうだったんです、変わってなかった、もう2人のまんま、うん、あるよね。しかも新しいの入ったのって、じゃあね、まあ、ガチャガチャ回して帰ったでしょさすがにさすがにね帰られたと思います、東京にガチャを回してうん、そうなんかでもあのレイニアさんとユナコの缶バッジはあれたまたまらしいんですよ、本当にたまたま当たったらしいです、うん、あの二人のやつ。そういや見てるよグッズお家は変わったとかそうサイリウムとかめっちゃ見てますからね、あれなんか別の色だな今日みたいなそうなんです、私見てます皆さんのこと、うん、もっといい話ないのいい話かいい話でもありますよ、あります、
田辺先生は本当にいい人なんですいい方です、本当優しい、うん、NGT48 を大好きでいてくださってることがもう嬉しいので、はい、そうメンバーって意外と見てるんだ、そうよ、うん、見てますね、感動できるのお願いします薄いいやすいません、エピソードがちょっと感動エピソードが薄くて感動した、あ感動しましただって、よかったよかった、うん、めっちゃ鼻筋綺麗だねっていうコメント来る、ありがとうございます鼻そうですか、あんまり自分の鼻を好きじゃないんですけど、ありがとうございます嬉しい、可愛い、ありがとうございますね、嬉しいね、嬉しいです、うん、鼻筋に分けた、ごめんなさい、なんかすごいやけに鼻筋を褒めてくださる方がいたのですいません、先生がうちの NGT って言ってくれたのが嬉しかった、いや分かる分かる、本当にそうなのよ、うん、やっぱ NGT のファンの方はすごいよ、もう愛が強いから嬉しいです、はい、うん、やっぱ 2g ですまあ 2g なことには変わりないんだけど、うん、あやばい、今巣窟呼ばれてる、いけない、ごめん巣窟行ってあげてみんな私の花エベレストやん、これはヤヒの一発ギャグ、うん、なんですけど、そうそう、缶バッチの裏側、裏缶バッチの裏話を漫画にしておき、やったなんだ私出れるかなあれ出たいです、今日は誰推しうん、とても鼻筋切れた待って、もうなんか鼻見せるの恥ずかしくなるんですけど、本当にありがとうございます、なんかこんなに私一日で鼻筋褒められたの初めてだな、鼻筋切れですか、そんなありがとうございます嬉しい、うん、おい鼻筋、もう鼻筋が強すぎて、もう本当に、うん、NGT のファンの方は本当団結力がもうすごいの、どこのグループにも負けません、本当、うん、みんな私の鼻筋しか見てないでしょ今、やめて鼻隠しちゃうわじゃあ、うん、全然私鼻筋に何の自信もないのにやけに鼻筋褒めてください、もうしかも初見さんがね、そう初見さんに鼻筋を褒められてめっちゃ嬉しいです、はい、嬉しい、鼻筋綺麗かなありがとう、うん、鼻筋しか勝った鼻筋綺麗じゃないけど私、缶バッジに隠された秘密、近日公開、やったー、みんな楽しみにしてようねありがとうございます、一部鼻アップからお願いします、いいよ本当にやるからねなんならもう一部鼻しか見せないわ、じゃあ鼻しかやだよそんなの、やだよね、そんな鼻、私の鼻筋見せながら話すんで、なんかダジャレみたいになっちゃった辛い、うん、うん、話か花だけ、花と会話、みんな面白いね、なんか初見さんの
おかげですごい盛り上がりました、うん、びっくりするよね多分。そうそう、相変わらずコメントが面白かったです。今日いやもう鼻といったらもう私はダメだ、花粉症がやっぱり来てるみたい。あ、花粉症関係ないのか、なんかね最近さ結構なんかくしゃみ出るんだよね。いやこれはね花粉だよきっと、うん、この季節になるとこの季節の変わり目に弱くて、私季節の変わり目はいつも鼻水が出ちゃうんですよね、くしゃみが出ちゃうんですよく、うん、そう困る困る。ついに来ました、来てます、わかる花粉。え、やっぱりやっぱ花粉多いよね。いや今日とか多いよね、あったかいもん、目もかゆい。本当目はまだね被害ないんだけど、鼻がさもうやっぱ暖かくなってくるともうね辛いのよこの季節、辛い辛い、うん、しかもねもうなんかメイクしてるとメイクしたままあの鼻かむとメイク取れちゃうの、それも嫌で、そうそう辛いんですね、うん、そう私花粉の症状、花粉にそう花粉に襲われると症状が鼻水と頭痛なの。そう頭をすっごく痛くなって、だから今は本当それなの、最近本当にくしゃみとあと頭痛がすごくて、うん、そうそうそう、だからね花粉はちょっと勘弁してほしいですね、うん、辛いの、そう大変、そうだよね、そうなの、頭痛わかる、本当？いやーだよね、いや共感してくれる人がいてよかった。そう目はね目も来る時あるけど今は全然目はね痒くないの。そう目もさグラーってかけないからさ、コンタクトとかしてるし、あと目なんてもっとかけないじゃんメイクしてるから、うん、なんか困るの。そう花粉症のお薬飲んでないんだ、飲まなきゃだよね、わかる、うん、そう頭痛がすごくて本当に困る、みんな頑張ろうな花粉症のみんな強く生きよう、うん、世界でねえ世界で一番話しにくい絶対嘘それ何なんですか、本当に面白いですねまた花筋さんが来てくださいました、うん、嬉しい、世界一だって褒めすぎですよ、そんなもう花がめっちゃ喜びます、ありがとうございますいやもう本当なんでこんなナナミンルームに来てくださる方は面白いんだろう、鼻筋マニアの方なのかな、じゃぜひね鼻筋を見ていってください、全然自信ないけどありがとうございます、うん。多分きっと面白くなっちゃってますねもうコメントで嬉しいな、うん、いや鼻めっちゃ喜んでますよ多分今通ったもうこれ、ね、ありがとうございます、はい、鼻筋も褒めていただいたということで、では今日の配信はこの辺で終わらせていただきますありがとうございました、また配信するので来てくださいね、ありがとうございました、それではまた来てください、明日のおしゃべり会よろしくお願いします、皆さんまたね、ありがとうみんな、またね。
おやすみなさい。ありがとう。